本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。松本は、アルバム、記念誌、写真集、カタログポスター、カレンダー DM、多角種印刷、デザイン、企画、製本、インターネットホームページ、システム作成などをしている会社です。急騰した理由は、わかりませんでした。久保田製薬 HD は、目疾患治療薬、ウェアラブル禁止デバイスなどをしている会社です。急騰した理由は、子会社の久保田ビジョンインクが開発しているデバイスが、FDA にて医療機器の登録を完了したことを発表したからです。ユークスは、ゲームソフトの受託開発をしている会社です。急騰した理由は、第一四半期経常益が上半期計画を超過したからです。毎日、ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。